楽しんでもらえる環境がねまたできると面白いなと。新しい世代ちょっと新しい世代って、ね、まあ嬉しいです、はい、そうなんですよ。リアル世代ってなると結構僕も、まあ、あの宣伝とかしてたんですけども、やはり、60代以上になると SNS とかネットで告知しても当たり前だけど来るわけがないのでその辺はね、まあ、ちょっと、まあ、またいろいろ考えていかなきゃいけない部分ではあるんですけども、やっぱりその今この歌謡曲のリバイバルとかもそうですし、ね、橋幸夫さんなんか2代目橋幸夫っていう3人いるんですよ。2代目なのに3人いるたりとかね、やっぱそういう、こう音楽のいい意味でのリバイバルブームっていうのがいろいろ出始めている、まあ、コロナ禍が少しは、ね、落ち着いて、まあ、いろんな活動ができるようになったっていうのもあるんですけど、やっぱそういったあのタイミングを逃さずですね、せっかくやっぱりこういうあのアンディさんと交流させていただいている機会があるのであるからこそ、今のアンディさん、そして今の我々の感じる GS っていうのをこれから、どんどん発信できたらいいなと思っていますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでまとまったところで、アンディ小山で G 愛してるズラストソングでございます。それでは行きましょう。この曲です。ブルーシャドウ。終わった後は本当はアンコールをそのまま行きたいんですけども、ちょっと時間もタイトなので。